でもこれ本当にね、やっぱり歴史的な出来事だったから、ちゃんとそこをリアルタイムで目撃した人として語り継いでいく価値のあることなんじゃないかなってすごい思うんで、それをこのタイミングでやってもらえたのは非常に良かったんじゃないかなって思います。これ結構やっぱね、まあ、これも結構歴史にそうです残るね。出来事だと思うので、はい。はい、その瞬間ぜひ、見てほしい。そうですね。It was good, your boy S to the H O, and you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, this is Amayuki. Bye bye! Brr! Brr! どうしたんですか？どうしたんですか？ 今日はね、本当にそういう気分でございますよ。ね、い。バーザス見ましたか？僕あれ、死亡で見れなかったんですよ、あれ。あれね、今回ですね、はい。まあ、グッチメインとはジーズィ、バーザスを知らない人はあれなんですけど、ティンバランドとい。はい。スイーツビーツが企画してる、こう、まあ、最初コロナの時期で、まあ、みんなちょっとエンタメがないから、うん。うん。アーティスト同士の、まあ、曲バトルじゃないけど、はい。みたいな感じで、結構有名な人、ブランディ&モニカとか、はい。スヌープと DMX とか、そういうバトル企画をやって、まあ、ずっと人気企画だったんですけど、今回、グッチメインと、ジージー、おお、元ヤングジージーが、はい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 。対決したわけなんですよ、バーザス。それについてなんですけど、何がすごかったのかっていうのをね、はい。今回ちょっと解説したいんですよ。これいいんじはい。ゃないですか？なんか、結構、ヒップホップの、なんか、なんだろう、そういう部分をなんか、解説してくれるのってやっぱありがたいですよね。これ非常にまあ盛り、あのー、ね、あの、この収録した、日、収録した前の日、前日だったんですけど、バーサスが、オンエアとか生中継されたのが、非常に盛り上がりまして、まあ、何がそんなに熱かったのかというか、結構歴史的なことだったので、それを解説しよう、いこうと思います。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、今回ですね、ちょっと僕、気合い入れちゃいました。お、もう、あ、終わりらしい。初めての、プレゼンテーション。プレゼンテーションですよ。可愛らしいですね。こんな形です。グッチメイン VS ジージーは何がすごかったのか。まあ、よく知ってる方もいると思うんですけど、グッチメイン、アイスクリームの達人で、ジージーは、スノーマンなはい、んて言ノわれーマンたにらししいでます。す。まあ、なんでかっていうのはちょっとこの後話すんですけれはい。ども、はい。グッチメイン VS ジージー、何がすごかったのか、解説していきます。ちょうどいい、あれが、イラストがあったんだね、これね。そうなんですよ。この二人でよかったよ。はい。すべての始まりですね。このね、So Icy からなんですよ。グッチメイのデビューアルバム、トラップハウスに収録された、曲なんですけれども、2005年かな？のトラップハウスに収録された曲で、この曲が、So Icy っていう曲、すごいなんか、もうこのトラップ誌、もう今もうトラップミュージックっていうのこう、定着してるんですけれども、その中でもかなり重要な曲だと俺は思ってて、I'm So Icy っていうの、まあ、ね、奥田先生もよく解説いっぱいね、まあ、ドリップに書いて関しての記事とか、よく書かれてると思うんですけど、もうその溶ける前ですね。アイス。アイスですね。まあ、ジュエリーとかで、ギンギラな様子とかを、アイシー、アイスって言ったりするんですけども、そんな様子、そういうのをつけてる様子をアイシーって言ってる。で、このフレーズとか、まだその、なんていうの、そこまで浸透はしてなかったっていうか。で、トラップっていうのもまだ結構アトランタ発で、もう全国っていうところにはなってなかったんですけども、このグッチメイとジージー、まあ他にもフィーチャリングいるんですけれど、その2人の曲が出まして、で、これプロデュースバイゼートーベンなんです。だからもうなんていうか、もうほんとトラップの、そうですね。ね、まさにって感じのあれですよね。
トラップの夜明けをこう、はい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 、感じさせる曲だったんですけども、はい、めちゃくちゃかっこよくて、あの曲自体も、うん、I say, I say って結構、まあ、キャッチーだし、はい、歌えるような曲なんですけど、これジージーのバースですね。 In my hood, they call me Gigi the snowman. You get it? Gigi the snowman? っていう、はいはい、で 何がスノーマンなのかっていうと、 I'm iced out。 俺は超あのなんていうのアイスアウトしてるんで、はい、ジュエリーもイケてるのつけてて、はい、プラス I got snow、 要は濃いんですよ、はいはいはい、うん、まあ、ディールの話だと思うんですけど、うんうん、だから俺はスノーマンなんだと、はいはい、もう雪だるま、はい、そんぐらいスノーアイスアウトしててスノーにもまみれてるぜっていう、はい、うん、だからジージはスノーマンなんだと、はいはい、いう、ことを言ってるんですけど、まあ、いいね、活かしてますよね。アイスとスノーはやっぱこう一緒にこう並べてこう使えるんだなっていうのをすごい今、うん、感心しますね。そう、このね声もいいんですよ。はい、ジージー・ザ・スノーマンっていう声、はい、俺ちょっとやっぱジージー派なのかなっていうちょっと。ああ、なん結構僕も その感じありますね。そのまあこの、まあ、名曲ですよ、So I See が出まして、はい、で売れたんですよね。はいはいはい。流行った。ところがなんですよ。はい。見事ヒット。がしかし、実はこれグッチメイのアルバム入れたって言ってたじゃないですか。うん。だけどヤングジージーもヤングなジージーもですね、デビューアルバムに入れたかったんですって。はい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 。結構なんか。ちゃんと話してなかったみたいな。うん。てか、まあ結構グッチメインがもう出しちゃったみたいな。はいはいはい、はい。で、ビーフ勃発。ああ。ザゲンナと。はいはいはい。なんか結構金銭トラブルもあったのかな。うん。うん、安くて。で、そっからディスク局の応酬が始まるんですよ。うん。じいじ、あいつのチェーン奪ってきたら報奨金やるぞと。はい。懸賞金をかけるっつって。はいはいはい。ステイストラップという曲なんですけど。はい。で、グッチは、ラウンドワンっていう曲出して、返します、うん。ヤングジージーはフェイク野郎だっつって。これはラウンドワンだぜ、ということで、うん。で、まあ、結構、まあ、ビーフっていっぱいね、あるんですけど、うん、もう、この人たち、曲出すだけでは収まらなかったんですよ。うん、何が起こったか。はい、ビーフの激化&逮捕ということで、はい、すごいですよ、ここ。グッチのもとへジージーが放ったとされるラッパーが武装襲撃、うん、はい、ね、そこでグッチメインは逆に銃を奪って射殺と。その時ね、真っ裸だったらしいんだけど、マッパで武装したやつが来て、ね、逆に銃を奪ってバーンっつって、で死体をしかも埋めたと。うん、すごいね、もうなんか異世界の話ですね、やっぱこう。異世界の話、それがバレて、まあ逮捕されちゃうんですけど、はい、まあもう墓とか作ってますけど、うん、入れてますけど、こんなんじゃないですよ。なんか近くの学校に埋めたらしくて、衝撃でしょ。だって俺、例えば小学校とかでさ、うん、なんかここはなんか小学校とかあるじゃないですか、そのなんかここはなんか死体埋まってるところだから踏んだら呪われるよみたいな感じ、こう、あ、怖い話ね、そういう、いや、あるじゃないですか、うん、本当にそれ死体埋まってたら埋まってるなんて思わない、めっちゃ怖いよ。すごい、なんかで結構もうこことかもう結もうなんかいろんな話ありすぎてあるんですけど、うん、ねなんかね、マッパで銃奪って射して死体埋めて、その後コールガール呼んだみたいな噂もあって、やばいやっぱね、普通の神経じゃない。普通の神経じゃないですね、確かに、うんうん、すごい、もう超ただのディスク局の応酬じゃなく、うん、本当にもう殺し屋みたいになっちゃって、はいはい、で、これジージーが放つとされるってしてるのは、うん、このラッパーもうジージーのレベルのやつなんですよ、うんうん、まあ、だからもろそうでしょっていうことになってるんだけど、はいはいはい、まあちょっと認めてないんですね。うん、続きがこうなってるんですけど、はいはい、ジージーはその辺に関してはもうだんまりっていうか、はい、うん、何も言わずに、うん、まあ、捕まったのはあいつの日頃の行いが悪いからだろうみたいなこと言ってたんですけど、はいはいはい、
ただその正当防衛が認められてグッチは釈放されまってるんですよ、うん、まあ一応ね襲撃されたで、はい、まあ自分が死なないためにってことだったと思うんですけども、うん、釈放されてね普通殺されかけたらさもうさもういいでしょってなるんですから半年も経たずにディスク曲ですよ、はい、アップしました745、はい、このねラインもすごいですよプッスの匂いがいやちげえやジージーだわすごいよね、はい、うん、でまあずっとビーフも続いててでこの後グッチメインがグッチメインこうやっぱねイカれてるだけじゃなくて、うん、すごい曲作ってもう超アグレッシブな、うん、制作ペースなんですよ、はい、うん、なんでまあプロップスもあるし、うん、まあ好かれる人には好かれるんですけど、うん、でジージーが長らくコラボしてきた DJ ドラマがグッチとコラボしたことで、はい、DJ ドラマのことをビッチ呼ばわりするんですよ、はいはい、うん、で結構周りも巻き込んでいろんな人巻き込んで始める、でディス曲も発表して、はい、I'm on some Louis shit fuck Gucci man ってことで、はいはい、うん、俺はルイをビトンを切るグッチは着ねえぜみたいな、はいはい、グッチというかまあグッチメインのディスなんですけど、はいはいはい、して、まだね続くんですよリーフは。さあどうなるかと思って、おここで2009年12月の話なんですけど、スカッシュか、はい、うん、っていうことで、はい、グッチ、まあ、捕まってるんですけど、これ別件でまたね、はい、グッチ、本当問題児じゃん。本当に問題児じゃん。もうずっともう行ったり来たりしてて、はい、うん。で、グッチがお勤め中なんですけれども、ジージがディジドラムのラジオに出ました、さっき、はい、呼ばれした、はい。で、ラジオに出て、もうグッチとドラムとのリーフの終わりを、宣言するんです、うん、でグッチもグッチメインも次の自分の作品にジージーとのコラボがあるって発表したんです、はい、あもうやった仲直りじゃんっつってどっちもね出たって感じしますねこれだと、うん、はい、アトランタのやっぱこの頃だったらねやっぱグッチメインジージー TI、うん、とか、うん、やっぱアトランタ熱くなってる時期なんだからみんなでもうね自分のアトランタのためにやろうぜみたいになってたんですけど、うん、ねそっからどうなるか、はい、グッチ不安定期に入りますバグりまくり超バグ、はい、この2010年から2013年ってもうバグりまくってて、はいはい、逮捕精神病院送り、でなんか出てきたと思ったらアイスクリームのタトゥー顔に入れて、アイスクリームこの時期だったかこの時期なんですよ、はい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 、でも結構まあ衝撃みたいなみんなどうしてグッチみたいになってまあおもろかったからはい、はい、あれなんですけど、うん、で逮捕されてみたいな、うんうん、で結構ここで長い収監期間に入ります、うんうん、でまあディスク曲出したりもしたんですけどもうあんまもうジージーもうあいつバグってるからダメだみたいになっちゃって、うん、あんま相手にしてなかったんですね、はいはいはい、でもこの時期のバグリを結構すごくて、うん、本当もう超本当のファン、うん、ちゃんとしたファンが、まあ、アクションを求めてきたらバーン殴ったり、はいはい、あとなんかモールショッピングモールで、はい、ナンパした子を車に乗せてでもうこのままホテル行くぞっつってあ、俺それ動画見たそれね、そうそう、で150ドルでやらせろみたいなこと言って、うん、断るじゃんそんなの、うん、ドアって車の中からだもんね、もう突き飛ばしてみたいな気候、うん、すごい、はい、まあ多分もうドラッグですねこれは完全に、うんうん、多分っていうか、はい、もうジャンキーになっちゃって、うん、不安となったと思うんですけれども、うん、まあこれでグッチダメだなもう2年入って終わりだなと思ったら、はい、奇跡の復活ですかこれ、うん、いいねこのイラストもいいねなんかねイラストまあでもねでもね20キロ以上痩せて出てきたんですよ、はい、まあそのね習慣が長かったのもあって、うん、まあ、薬抜きもできたんでしょう、でもうすごい痩せてムキムキになって帰ってきたんですよ、こんな感じ、なんかもう
R&B シンガーみたいな体になって帰ってきたみたいな感じで。そう いられてましたもんね。もう本当も、もう、なんか、ね、病気の中年太りのもうすごいやつみたいな状態で入って、うん、もうバキバキになって帰ってきて。バキバキになってましたね。そう。で、そっからはね、やっぱ、もともとすごい、制作ペースも早いし、うん、いい曲もいっぱいあったんで、うん、で、そっから、やっぱ、さらにステップアップしてるっていうか、はい、だって、そんな人を殺してるような人が、あれですよ、ブルーノ・マーズやってるからね。やってましたね。うん、これって俺、すごいことだと思うんだよね。あ、確かに。なんか、あれですよね、でもなんかその、なんだろう、そういう、なんかやり直しの機会がなんか与えられてるっていうのは、やっぱすごい。うん、そういう意味ですごいいいことなのかなとも思うし、そうそうそう、エンターテインメントなんかね、ちょっとそこは結構やっぱ日本との違いっていうのを感じるんですよね、うん、うん、日本じゃ無理だろうなと思うし、そうですね、それがいいか悪いかっていうのはちょっと難しい、いいか、まあ、そうね、うん、いいか悪いか別ですけど、うん、うん、すごいやっぱまあ才能ある人だし、うん、なんかもうなんか本当に殺人とかした人なのかなっていう思うくらいの、うん、上がり方っていうか、はい、うん、でまあ一方ね、ジージーの方はヤングが取れたり、はい、結婚したりと、でいろいろありつつも下もされトラップスターになったジージーなんですよ、うん、ただジージーもこの間捕まったりとかしてるんですけど、はい、普通にまあそれがすごい話で、でまあアトランタのまあスターたちがこう戻ってきて、はい、戻ってきて、ジージはそれ自分の道を進んでて、うん、という状況になったんですけども、まだねスカッシュしてないんですよ、うん、で2020年11月19日、はい、もう今収録の2日前なんですけど、はい、バーサスの企画でジージ対 TI がアナウンスされたところにどんでん返しが起こって、うん、ジージバーサスグッチになったんです、はいはいはい、で明確なスカッシュが実現して2人がどうなるかっていうところですごい盛り上がって、でまあ戦い実現バトル実現したんですけれども、はい、これねもしかして TI が結構手引きしてんじゃないかなっていう、手引きというかなんていうのキングとして、まあ、うん、なんかそういう方向にしたんじゃないかなって、はいはいはい、なんかそういう話もあってということで結果は ATL の勝ちだと、はい、アトランタの勝利っていうことを、まあ、ティム・ランドも言ってたんですけども、はいはいはい、これねめちゃくちゃ良かったんですよ、うん、見たんですけど、はい、なんていうかな、まあちゃんと両者同じクラブ、うん、マジックシティっていうアトランタで有名なクラブに、あ、スリップクラブですよね、うん、スリップクラブで、はい、やりまして、まあ両者いるんですよ同席するの、うん、でね、これまああんまもう結構流れてるからあれなんですけど、はい、最後にね、So I See You やるんですよ。ああ、ね、素晴らしいから。はいはいはい。うん。でなんか結構まあ勝ち負けがどうってね、いうよりはもう本当アトランタの勝利という、うん、そうですね、うん。一つになりましたっていう感じで、はいはいはい、すごいいい夜、歴史的な夜、はいはい、もうジージーがもう。マイ N ワードみたいな感じで、プロゼみたいな感じで最後、ソアイシーが始まるっていうのは、ね、はいはいはい、感動的な、いいですね。あれなので、皆さんぜひね、これね、見れるんで、アーカイブが、見れます。Apple の、Apple HD ってなんかね、うん、やつで見れるんですよ。多分、あと、インスタのもともと VS ってアカウント、あるので、そこに多分何日か経ってからなのかな、今までのはアーカイブありますもんね、確かに IGTV で見れるんで、うん、で、この今収録現在してる現在の時はこの Apple HD ってところで見れる、はい、ここには過去の VS も残ってます、はい、よかったら見てみてください、はいはい、はい、今日はね、ちょっとすみません、なんか熱が来ちゃったあんまりまとまらなかったです、ね、いやでもこれ本当にね、やっぱり歴史的な出来事
だったから、やっぱそれをなんかちゃんとそのリアルタイムでやっぱ見てたってやっぱ羨ましいなと思うし、うん、だしやっぱなんかこれ我々はやっぱちゃんとそこをリアルタイムで目撃した人として語り継いでいく価値のあることなんじゃないかなってすごい思うんで、それをこのタイミングでやってもらえたのは非常に良かったんじゃないかなって思います。これ結構やっぱね、まあ JZ ナズのあのビーフのことをやってくれたけど、まあアトランタでいう、まあこれも結構歴史に残る出来事だと思うので、はいはい、その瞬間ぜひ見てほしい。そうですね、はい、ちょっとここそうだな、もう今年いっぱい俺はアイシーかかったら盛り上がっちゃう。アイシーかかったら、はいはいはい、見てなっちゃうね。うん。はい、今日はそんな感じで、バーサス、グッチーバーサスジージー、何がすごかったのかっていうことを解説させていただきました、はい、さっきのアップルのやつとか、概要欄にリンク貼っておくんで、チェックしてください。はい、皆さんチャンネル登録、それから、通知ボタンのオンも、この画面の右下の方からぜひよろしくお願いします。お願いします。ではまたお会いしましょう。はい、Peace.